あ、受け身だから。今日はまさに乗っ取られですよ。乗っ取られる。アカウントが乗っ取られて、藤岡が2人いるというこの状況をまさしくやっていく。乗っ取られた。乗っ取られの方、乗っ取られの方です乗っ取られる方ですね。主体性はなく、受け身でやられる方です。ね。わーおー、やだなー、そうですか、はい。受け身というのはいろいろ便利なところもございまして、では、レあ。ッスン26の受け身の基本をやっていきます。何ができるかって言ったら何かが何とかされると言えるんですけれども、例えばスペイン語は多くの国で話されていますのように、何とかされるという言いたいときは、be 動詞プラス動詞の過去分詞というものを使います。で、この形を受け身というふうに言いますね。ちょっと過去分詞についてはレッスン20なので詳しくて、なぜなんだろう。過去分詞というのはそんな恐れるものではないです。単純にまあそういう形態、タイプ A みたいな。なんかもう日本語は難しいですもんね、過去そうです。分。なんかね、分子とかそういうことはちょっとやめてもらいたいんですけど、まあ、しょうがないんですよ。同じ記号を使って話をしないと、教科書とか作れないもんですから、そういった都合により、まあ、一定の名前がついてますけど、まあ、そういう、なんか、形だというふうに。はい。で、フランス語は多くの国で話されています。French is spoken in many countries と。で、この、我々日本人はとても良かったのは、なんかよくね、学校の英語は使えないというふうに文句ばかり言われていますけれども、能動態のものを受動態にするみたいな機械的な、ね、変換を知るほどやらされてますから、まあ、これぐらいはなんだかよくわかんないけど、できてますよね、大体。できてない。できてないのかな。会話であんま使わないですよね。会話であまり使わないところがね、これから使っていきます。特にこすっから大人というのは責任回避をしますから、自分がこれをやったというよりも、何とかがされたみたいなことを。だから現地の子供というか、アメリカ人の子供なんかね、よく受け身系を使って責任回避をしていますよね。例えば、ジュースがこぼれたみたいな。お前がこぼしたんだろうみたいな。はい。おもちゃが壊れた。いや、おもちゃは自分で壊れないよねっていう話です。壊されたとか、あなたに、俺によってみたいそれをですね、僕がおもちゃを壊すとかなんですね。おもちゃが壊されたみたいな 言い方をしたりするんです。そういった時に、その主体、主語をね、なんか身分を隠しちゃったりする時も便利ですから、まあ、あまりそういう姑息な使い方はしてほしくないんですけれども、しかるべき時に受け身形を使っていくと。なるほど。はい、そうなんですよ。フランス語。これフランはス本当でしたら、このフランス語多くの国で話されてますでしたら、本当は、なんか、many country use なんかフレンチとかなんかそういうことになるってことですか？国は何かを使ったりしないので、それができないんですね。というわけで、こういったことが便利なわけです。ああ、例えそっば、か、そっか。Many people speak French とかっていうことはできますよね。ああ、そうですね。多くの人が話す。まあ、それでもいいですけれども、どちらかというと、まあ、主語をはっきりさせないで、このフランス語ってのはいっぱい、一般に幅広く使われてるんだよみたいなことを言いたかったら、やっぱり受け身にする方が自然だし、うまい具合に言えるわけ。さっきの小さい子の話で言うと、あの子がパンチしてきたんだよみたいなことですか？でも、それはあの子がパンチしたで、あの子が主語になるので、それはね、能動態です。だから、例えば、ペガシャってどうしたの？太郎ちゃん。で、太郎ちゃんがお母さんに会いますね。ぶたれたんだよ。だけど、いじめてきた子のことを言うと、またいじめられるから言いたくない。ぶたれたんだよ。誰にぶたれたの？ぶたれたんだよ。みたいな。それが受け身ね。そうです。だから、ぶたれたっていうことは言えるわけですよね。少なくとも。で、場合何とかっていうと、誰によってぶたれたっていうことを明らかにさせなきゃいけないんですけど、その場合何とかって、誰によってぶたれたってことを言わなくても文章として成立しますから、まあ、便利なわけですね。二郎君がぶったとかって言えればいいんですけど、二郎君すごいめちゃめちゃいじめっ子だったら、二郎君のことチクったら怒られちゃいます。またね、いじめられちゃいますよね。だけど、顔にはあざができていると。そして、お母さんもしくは先生が、あら、太郎ちゃんどうしたの？お顔にあざができてるじゃん。ぶたれたんだよ。というわけです、こと。なるほど。なるほど。で、本当は、かっこ、バイジローちゃんなんですけれども、ジローちゃんって言えないわけですね。言わなくても、その文章は成り立つ。そうです。だから、ぶたれたという事実だけを言えるんですけれども、ジローちゃんによってぶたれたってことは言わなくてもなるほど。まあ、使っていかないと分かんないですね、やっぱね、いいです。使っていかないとわかんないですね。でも、必ず受動態に感謝する日がやってきますから、と思う。強くはっきりさせたくないときというのは非常にございます。あとは、便利なときは、例えばこの建築物は
何年に建設された、誰によって、誰が建てたってよく分かってない時とか、なんか、何に建設されたんですよとかって 言ってごまかしたと思います。E 動詞プラス、こういう文詞。French is これ B 動詞ですね。で、spoken in many countries。例えば、many people speak French in many countries。たくさんの人が、たくさんの国で、フランス語を話しますって言ってもいいんですけれども、まあ、これを受け身にすると、French is spoken in many countries。という言い方になります。から上の部分は誰が話しているかについては触れていなくて、言う必要がある場合には、by 動作の詞をつけます。で、B 動詞は主語に合わせて、現在の文なら is, am, are を、過去の文なら was とか were を使っていきます。で、否定文は B 動詞の後ろに not を入れるだけで、疑問文は B 動詞を文の前に出すだけで、まあ、おなじみのパターンで、作り方は別に難しくないんですけど、この受動態という文章自体に、まあ、使いこなしていくとか慣れていくんですね。例えば、それらの製品は日本では販売されていません。これなんかは、まあ、受動態で言った方がいいですね。というのは、誰が販売してないかってちょっとわからないじゃないですか。わかる場合もありますけれども、those items are not sold in Japan。なんかそのメーカーがわかってれば、そのメーカーがこのアイテムを日本では売っていませんと言ってもいいんですけれども、例えば、別にそのメーカー、売るのはメーカーだけじゃないかもしれないし、どっかの販売店かもしれないんで、そういう時なんかは、あまりその、やっている人の所在をはっきりさせずに、その製品は売られていません。言い方をした方が自然で、そつなく用事が足せるっていうこともありますよ。なんで、those items are not sold in Japan というふうに言います。それから、is French spoken in Canada? フランス語はカナダで話されていますか?というふうにして疑問文にすることですね。これも、カナダでフランス語は使われてるかって、なんて言います?誰か主語ってどうしよう。人々は、Another people ですよね。なんで別にフランス人がね、フランス語を話してるわけでもないでしょうし、フランス語がカナダで話されてるのか、いろんな人にっていうことを聞きたい場合なんかには、まあちょっとやっぱりその主語をはっきりさせたくないというか、はっきりしない場合なんかもあります。ただね、多分これは二人ともあまり普段使ってない、慣れ親しんでないから、つまり自分の英語では使わないということだと思いますから、作文をしていくと、その辺の使い勝手と、よくわかってんだかわかってないんだかわかると思います。で、フランス語はカナダで話されていますかって質問に対して、ケベックで話されています。で、Yes, it is spoken in, さあ、ケベックって英語で発音で何てするでしょクエベック。う なんとなく見せた感じですね。藤岡選手は何と思いますか?なんだろう、これ。ケベックじゃないんですか。いや、聞くってことはケベックじゃないでしょうね。クエ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 って言って。クエベック。近い。クイベックです。クイベック。すいません、クエベックってこっちクイ、で。クイ、そう、ケベックですね。ええー、クイビック。クエじゃなくて、クイビック。このようにしてですね、カタカナ語で普及している都市名というのはしばしば通じないことがありますので、都市名は正しく、言わないといけないです。これあれですね。まあ、今までの中1の人たちでしたら、中心の人でしたら、ははこの B 動詞と、この過去分詞、まあ、動詞がなんか動詞、ダブル動詞に見える。ああ、多分、ちょっと毎回、こいつは何者なんだって今まで思って生きてきた気がします。今までこの人たちは何者なんだと思って、この受け身のああ。一動詞プラス過去分詞っていうのが、なかなか作文するときに、なんていうんですかね、動詞は一つとは決まってないですけど、なんとなくその、いうイメージできた気がします。気がします。だから、主語に合わせて、現在の文なら is, am, are で、過去の文なら was, were とか、ここがなんか、なん作か文主で。役は B 動詞の方だと思って、主役はっていうか、B 動詞の方で、まあ、過去やら何やらを操作するってもう、この場合だと、動詞って B 動詞で、過去分詞ってもう動詞扱いじゃないんですか？まあ、セットですね、セットで意味。セットか。セット商品、セット販売で。あずあずみたいな感じですか？
熱々、まあまあ、ちょっと構成は違いますけども、セットで成り立っていて、一人じゃちょっと成立しない感じです。この過去分詞っていうのはもう必ずなんで、変わるのは前の be 動詞の部分ってことですね。前の be 動詞の部分で、どこに、まあ、形を合わせていく感じですね。I だったら、am とか、は、was とかにするし、you だったら、was、were とか、are とかにするっていう。この一番最後のフランス語はカナダ、ケベックで話されていますっていう答えって、必ず it なんですか？it's French. まあ、このフレンチを指してますからね。指すものによって変わるってことですか？変わるってことですね。例えば、is she known in Japan? 彼女は日本で知られていますか?って言ったら、yes, she is. ああ、なるほど。She is known in Japan. なるほど。不調かという名前になっている高橋選手がちょっと 腑に落ちない顔をしています。いや、腑に落ちなくないんですけど、作文にあまり自信がないってことですね、ちちょっょっと。と二人ともこの形にしっくりきてないというか、この英文書の周りにちょっと慣れてないところがあると思うのそで、うです、そうです。こういう場合には先に進むのがきちっと思います。はい。あ、見せちゃった。理解度高いや、い。いいです。はい、見なかった、あ、見なかっ見ちゃった。た。見なかったよ、見なかったですよ。はい。じゃあ、高橋選手からいきましょう。そのコンサートは毎月開かれます。This concert もう違う。the concert is opened? さあ、ここでね、英語のセンスが、開かれる。開かれる。あ、見ちゃった私。ちょっと下を見てし見まった。ちゃった。見ちゃったんでしょう。でもこれ知らないです、私。この。そう、これはね、ちょっと単語としては簡単なんですけど、ストイックやった時に初めてこれ知ったかなって感じなんですよこれね。は、多分、出てこないです。大学じゃなく、中学校ではちょっともしかしたらならないかもしれないですね、この使い方は。なんで、the concert is held every month で、ミーティングとか、展示会とか、そういったなんか人が集まるような会合はですね、ホールドを使ったりするんですね。なぜですか？なぜですか?なぜなんですか? そういう意味だからです。そんなこと聞かないでください、私に。食べるってなんで食べるっていうのみたいな、そういう質問ですよね。困るんですけど。高橋さんなら答えられるかもしれませんけど。ゴールド。はい。ああ。ハブと同じって思っておいてください。ハブよりも、まあ、ホールドの方がしっくりくる感じ。全然しっくりこないです。イングリッシュ、知らなければしっくりこないし、これからはしっくりきてる。ハブと同じ扱い？はい。だから、まあ別にハブはミーティングとか、例えばバンドが、俺たちコンサートを東京でやるぜみたいな、Where you have a concert in Tokyo とかって言ったりしますけれども、やるっていうか、開催されますみたいな。ちょっとだけ固めっていうか、ゴールド。開催するって感じです。これはもう主に受け身でしか使わないですか？そんなことないです。そんなことないですよね、この感じです。Will you hold a meeting とか、Will you hold a conference とか、Will you hold a exhibition とか、団体主催主が使ったりもします。ハブよりも固めの時ってことですか？まあそうですね。割となんか、やるっていうか開催するみたいな感じ。あまり例えばロックのミュージシャンとかが、コンサートを開催しようぜとか言ったりしないですよね。まあ確かに言わないですけど あそこで開催してやったぜみたいな。開催してやったぜってどういうこと?そこだけ丁寧に。業務を遂行してやったぜみたいな。なんか 遂行するの、しかも業務。言葉にはね、いろいろ格というか、柔らかさとか硬さとか、いろいろございます。ぎちゃんですね、もうすぎちゃん。すぎちゃん?すぎちゃん。ワイルドだろう、もだろう、そういう感じ。すぎちゃんが開催するだろうとか言ったらちょっとおかしい感じ。しなるほどね。はい、かし出る。ね、ここはちょっと今、そこで引っかかるところじゃないんで、ちょっと穏便に済ませたいと思っております。では、藤岡選手。おやっぱりなんか酒関係の英文は全部藤岡選手の役になってるんですね。はい。私たちはその飲み会に招待されました。招待されました。出ました。We were
invited to the drinking party. そうです、drinking party。drinking party。そうです、いいですね。さすが、もうイベント、興行に招かれ慣れている、ジョーカー選手だけあって。はい。We were invited to the drinking party. どういうふうになりますね。We were ですね。We were。では3番。この車はドイツ製です。ほら、これやりませんでした。学校の時に散々パラ、なんとかで作られました。高橋選手。あ、はい。This car was made in Germany. そうです。This car is made in Germany ですね。作られ。あ、これ、is なんですね。ごめんなさい。私、was って言ってしまった。作られたって過去形だけど。ドイツ製って言いたいので、ああ、じゃあ、作られているっていう感じですはい、か。まあ、そういう感じ作られているってことですね。はい、例えば、そのドイツ製ですっていうときに、誰が作ったんだって話になりますよね。なので、やっぱりこういう表現っていうのは、受け身で言った方がしっくりくるんですね。そうか。そうなんですよ。これ、もう、廃盤になってるような、今作られてないときは、ワズなんですか、じゃあ。そうですね。廃盤になってるときはそうですね。現行のものは、イズでいいんですね。現行のものはいつか。廃盤にな、そうですね。現行のものはいつですね。ちょっとこの日本語でちゃんとそのニュアンスを適切に表すのが非常に難しいです。確かに。はい。だからドイツ製ですって言っちゃえば、ですですから、This car is made in Germany。あ、でもですでも、わずの場合もあるか。難しいな ニュアンスをつかむのは難しいですね。そうですね、この日本語というのは。だから、その、ね、日本語と英語って必ずしもその1対1でこうイコールに訳せるわけじゃないんですよね。で、この雑誌を書店では売られていません、ジョーカー選手。This magazine wasn't, isn't, Isn't. isn't. なんだこれは。売られ、sold. はい。This magazine isn't sold at bookstores. はい、いいですね。あと、マガジンじゃ、マガジンですね。magazine. マガジン isn't sold at bookstores。で、高橋選手、あなたのメールは私には送られませんでした。はい、your email was sent to me. もう一回。Your email is sent to me. Your email was sent to me. 送られませんでした。Your email wasn't sent to me. うん、これ、sent to ですね。sent to me。Sent. あ、本当だ。はい。私もね、これ、しょっちゅう間違えるんですけど、sent to なんですね。sent。そ過去形もセントでしたっけ？うです。send, sent, sent。ああ、そっか、センド、あ、そっか、なんか音が似てるから、センドかと思って、はい。そうです。send, sent, sent。はい。送られませんでした。はい。それから、だからこれなんか、例えば、メール明らかに向こうが送ってないだろうと思っていても、なんか届かなかったみたいですとか言いません、日本語で。あんた送ってないだろうとか思ったりするんですけど、なんか、ああ、ちょっとメールがうまくと、送られてなかったみたいで、誰がみたいな、あなたが送ってないからねってちょっと言いにくいじゃないですか。だから、メールが送られてこなかったみたいな言い方をする。このホテルは18世紀に建てられましたか？藤岡選手。何の質問だっ Was this hotel built in the 18th century? て。そうです。Was this hotel the hotel? Yeah. Was this hotel built in the 18th century? ですね。はい。で、答えが、どうぞ。No, it was innovated then by the city. It was renovated then by the city. Innovated. Renovated. Renovated. Then by the city. Then by the city. そうです。はい。
で、大人の英会話ポイントが、1番が、そう、ヘルドはホールド、開くとか開催するの過去分詞形です。で、ホールドはコンサートでコンサートを開くってことです。まあ、ミーティングとかカンファレンスとか、なんかイベント系はね、みんなこれ使ったりします。うん、それから、6番が、ビルドの過去形は、そう、ビールってやつですね、ビルド。ビルド。ビルド。と発音します。さあ、じゃあ繰り返しておきましょう。じゃあ、高橋選手から。The concert is held every month. The concert is held every month. We were invited to the drinking party. We were invited to the drinking party. The car is made in Germany. あ、出た、間違えた。This car is made in Germany. This car is made in Germany. This magazine isn't sold at bookstores. This magazine isn't sold at bookstores. なんか全員って発音する人もいますけど、とりあえず今回はね、マガジンでやってみましょう。Your email wasn't sent to me. Your email wasn't sent to me. Was this hotel built in the 18th century? Was this hotel built in the 18th century? 18th century? あとホテルじゃなくて、Hotel. ホーですね、ホー。Hotel. Was this hotel built in the 18th century? Was this hotel built in the 18th century? なんか200年も勝手に遡るっていうね。遡るというか、先に行くっていう。はい。No, it was renovated then by the city. No, it was renovated this by the city. Then? その時 Then? No, no, it was renovated then by the city. はい。じゃあ、橋岡選手行きましょう。The concert is held every month. The concert is held every month. We were invited to the drinking party. We were invited to the drinking party. This car is made in Germany. This car is made in Germany. This magazine isn't sold at bookstores. This magazine isn't sold at the bookstores. Your email wasn't sent to me. Your email wasn't sent to me. Was this hotel built in the 18th century? Was this hotel built in the 18th century? 18th century? 18th century? No, it was renovated then by the city. No, it was renovated then by the city. なんか renovate, renovate. Renovate. Renovated by the city. Renovated then by the city. あ、そう、then ですね。No, it was renovated then by the city. No, it was renovated then by the city. そうです、はい。大丈夫でしょうかね。大丈夫かどうか、ちょっと。はい、食べたことがない食べ物を食べてるみたいな感じですね。美味しいからまずいのがよくわかんないみたいな。さあ、やってみましょう。Let's go! Let's go! Let's go! 元気よく。はい。では、クイックレスポンス。このわからないっぷりはね、多分2人とも同じに見たようなものだと思いますから、この、リカイロチェックと同じぐらいの感じ。順番でいきます。じゃあ、高橋選手からいきましょうか。はい。はい。スペイン語は多くの国で話されています。スペイン語は多くの国で話されています。スパニッシュ is spoken なんだっけ spoken many countries。 はい。ん？ん？はい。はい。この靴はイタリア製です。この靴はイタリア製です。この靴。This shoes, ん ?This shoes is made by Italy. その店は先月閉店しました。そのお店は先月閉店しました。その店、that store?Was closed to 先月 last month。 それから私の札幌行きのフライトはキャンセルされました。私の札幌行きのフライトはキャンセルされました。フライト？え？マイ？
My flight to Sapporo was cancelled. その結果は明日発表されるでしょう。その結果は明日発表されるでしょう。その結果、その、だ、ね、スポーツ選手は大事ですよね。リザルトですね。The result. The result will 発表ってなんだっけ？発表ってなんだっけ？表ってなんだっけ？待ってください。The result will ノーじゃないよね。発表ってなんだ？発表します。発表します。メディアパーティー違うなんだ、あれ？うわ、発表が出てこない。発表？今日、カタカナ語で非常に皆さんがよく使っています。カタカナ、ワオ。発表、カタカナ。この発表という漢字に引きずられるとちょっと出てこない。告知。告知されるでしょう。明日知るでしょう。ニュース！ニュース。明日ニュースになるでしょニュースって名詞ですよね。ニュースは名詞です。ちょっと待って。リリース。リース。どうリぞ。リースされる。リースされる。リリースされる。でもカタカナしか知らないんですけど、ちょっと行ってみます。はい、行ってください。はい。The result will released tomorrow. この歌は多くのシンガーに歌われています。この歌は多くのシンガーに歌われています。This song is歌うの過去分詞がわからない。This song is sing song。過去分詞がわかんない。そうな過去分詞。This はい、言うと思って、はい。ちょっともう、This song is sing song。 ちょっとなんか、あやふやなこと言いそうで、それエリス、あやふやでいいんですよ、もうとにかく、もう出てくれば。This song is sung すんぐ、はい。many singers。 はい、メニューすんぐです。私はそのイベントに招待されませんでした。私はそのイベントに招待されませんでした。ないな。I wasn't invited そのイベント。 The event。その席は、この席は塞がっていますか？この席は塞がっていますか？This seat is 塞がっていますか？is taken。 This seat is taken。 はてなでごめんなさい。 Is this seat taken。 おお、このビルは最近建てられたんですか？このビルは最近建てられたんですか？Is this building? あれさっきなんだっけ？ Build
recently? そのコンサートどこで開かれたんですか？そのコンサート、あ、出た。そのコンサートはどこで開かれたんですか？はい。Was the concert? どこで？あ、where? どこで開かれた？ Where was the concert held? さあ、藤岡選手行きましょうか。期待して。Wow. では1番。ギャーって言わないで。スペイン語は多くの国で話されています。Spanish is spoken in many countries. この靴はイタリア製です。These shoes is made in Italy.その店は先月閉店しました。That shop was closed なんだ closed あと。last month じゃないと私の札幌行きのフライトはキャンセルされました。My flight to Sapporo was cancelled. はい。その結果は明日発表されるでしょう。The result will be announced tomorrow. この歌は多くのシンガーに歌われています。This song is なんだっけな。This song is sung by many singers. 私はそのイベントに招待されませんでした。I wasn't invited to that event. はい。まあ、けど、I wasn't invited to that event. なんか入るんだろうな。あ、わかった。はい。I wasn't invited to that event. この席は塞がってますか？ Is the seat taken? それから、このビルは最近建てられたんですか？ Was this building built recently? そのコンサートはどこで開かれたんですか？ Where was the concert held? はい。もう一回どうぞ。Where was the concert held? はい。ありがとうございます。Where? だね。すみません、ちょっと意外とと言ったら私ですけど、出来が割と良かった。え、自分ですか？はい、はい。うん。おう。で、手探り。そう、手探りだけどね、どうにかこうにか、あとね、ちゃんとなんか、全身なんかもおつにつけちゃったりなんかして、後から。合ってるかどうかちょっとわかんないですけどね。あ、それが合ってるんですよ、これがですね。本当ですか？すごい、ね、はい。そう思いました。高橋選手が、なんか、動詞の三段活用にちょっと苦戦したようです。いや、でも覚えてないね、やっぱ。覚えてない。それは中学校の先生が悲しみますね。過去形がいっぱいいっぱいで。ああ、まあでも過去形まで知ってれば、まあよく悪くはないけど、なんとなく多分使ったことないんですよ、きっと。そうですね。使わずに終わってしまったのかもしれない。過去形もまあ使いますからね。
過去分詞って何？いつ使うの？みたいな。使うんですよ。これからいっぱい使っていきますよ。はい。で、1番が高橋選手がスパニッシュ、イズスポークン、スポークンインがなかったですね。Many countries。そうそう。なんかね、前置詞いっぱい抜かしてました。いっぱい抜かしてました。でも後から気づいたのがありますね。それから2番が、2人ともね、このシューズがよく分かってなかったみたいですね。ん？高橋選手は、these shoes is, shoes って言ったのに、is って言ってましたね。高橋選手、this って言ってません？ this か。this is, this か this だかよく分かんないけど、this shoe か。this shoes is ってか、shoes がだから単数みたいになんか靴って思ってるんでしょ。そうか。はい。なんで、靴ってそう、いつもね、2つなんですよ。自分は these shoes までは良かったのに、is って言ったのかな。そうそうそう、そうなんですよ。で、メイドインイタリーで、で、高橋選手はですね、バイイタリーになっちゃってました、ね。イタリアの国がつくと思いました。あれ、インって言ってなかったですか、私これ。バイって言ってました。あら。あら。これは間違ってますね。あれ、インド、はい。多分なんか、自然には身についてない感じだ。いや、メイドインイタリーは多分。大丈夫ですか？大丈夫です。日本語に引きずられちゃったのか。ジャーマニーもそうですけど。はい。大丈夫ですか？わかりました。はい。で、3番が、その店で、ダットストアっての2人とも言ってましたね。で、藤岡選手がダットショップって言ってました。別に、まあ、ショップでもいいんですけど、ストアって言うと小売店、ちょっとちっちゃい商店って感じで、ストアだったじゃない、ショップはもうちょっと大きめの商店って感じですね。そうなんだ。大きさで違うの？大きさ、まあ、その、営業形態ですね。で、違うので、別に今回の場合、どっちでも別に特に指定してませんから、大丈夫です。で、だっ、よく二人ともね、だっとって言ってましたね。その店だから、そのだったら、this、かろうじて言えば this。で、あの店はだったら、だっとでもまあ、ただ、毎回言ってるように、このそのとかあのとかこのとか、それだけで、どの状況かっていうのを判断するのは難しいから、そこはあまり見くじら立てずに何かついてればいいってことにしましょう。なんで、ダストアですね。まあ、普通はその、そういえば、あの辺になんかクレープ屋さんあったじゃん、みたいな、その店閉まっちゃったよ、みたいな感じで、まあ、共通に話題にしている、同じ認識がある対象ってことが多いですから、ダをつけるのがデフォルトって思っといた方が、まあまあ、当たる可能性が高いかなと思いますね。それから、そう、で、was, closed. で、藤岡選手がね、at last month って言ってた。はい。いらないんだ。いらないんですよ、これ、そう。ラストマンスが状況です。ラストマンスは、はい。福祉ですか？福祉です。あ、だからか。はい。大好きな方です。で、高橋選手は大丈夫でした。なんか、インテモロとか言わないから、まあ、なんか、癖で覚えておきましょうって感じですね。アットマンス、あ、ラストマンス。ラストマンス、そう。うん、We went there last month. はい、言って覚えておくわけです。それから、4番は2人ともできていましたね。My flight to Sapporo was cancelled. それから5番が、The result of, 高橋選手が B を抜かしてましたね。B も抜かしてましたし、リリースって。リリースって言ってましたね。リリースって英語ですか、でも。英語です。リリースは英語なんですけど、リリースってこの、放つみたいな感じで、あんまりそういう、なんて言うんでしょう、ね。リリースも言わなくはないけど、ローンチとか、アナウンスとかのが一般的ですね、こういう。で、高橋選手の藤岡選手はそれはしれっと入れてました、ね。それから6番。B って入れてましたっけ ?B なかったね。B 入れてなくてね、will release do tomorrow とか。これ、B はどうしたんですか一体。一体どうしたんでしょう私、それは、それは、聞きたいぐらいです。それは先生が聞きたいじゃないの。それはこっちの質問です。B は一体どこへ行ったんでしょうか。じゃあ、B はちょっと待って、なんで入ったんですかこれは。B release は。受け身だから。ああ、そっか。ああ、そっか。ウィルが入っちゃったからね、なんか、2つパーツがあるから、まあいいかなって思っちゃう。ああ、なるほど、そっか。そうなんです。そうか。なるほど。はい。わかりました。はい。罠がいっぱい仕掛けられています。そうだよね。そうだよ。意外と2人とも、微妙に覚えてなく覚えてないんだかわからないけど、多分スペルを字面だけ覚えてたんですね、きっと2人とも。シング、サング、サングの。あ
ソングとかスングとかなんかいろんな風でダメなことを言ってましたけど、なんとなく覚えてたなってことあります。なんとなく、なはい。中学校の先生もね、草花かけて今頃泣いていますよ。あんなにしつこく言わせたのに、罰ゲームまでやったのにみたいな。朝礼とか言わされませんでした。はい、動詞の三段活用、1番から10番までをなんかお前が言えとかって、やらされるもんですよね、学校という。適当に言ってたんでしょうね。サングササングサング、サング、サングとか言って、なんかサングじゃないみたいング。うん。な。です。だけど、スペルはね、SUNG でサングですね。This song, song is sung, by many singers. となります。バイが抜けてましたよ、私多分。そうですね、バイも抜けてました。はい。でもまあ、イズサングまではできたから、まあまあ上出来じゃないかな。うん、なんちゃってですけど。なんちゃってですけど。で、7番は、私はそのイベントには招待されませんでした。藤岡選手ら、高橋選手はできていて、藤岡選手が途中で2を抜かしちゃったのを、誰が気づいてちゃんと足しました。近頃も電磁気警察です。もう人の写しまでちゃんと拾って、この人これ言ってなかったみたいなことを言い出しますから。はい。いい傾向だと思いますよ。電磁に敏感な人間。この席は塞がっていますか？これ、高橋選手はできていたんですが、藤岡選手が Is the seat って言ってました。ああ、はい。ですね。はい。この席って、今座ろうとしてるこの席なんで、Is this seat taken? って言います。これはもう決まり文句ですね。空いてますか？って、もう。あんまり日本人って、空いてますか？って言わないで、まあ空いてれば座っちゃう。なんかそこだけ日本人ってなんか礼儀正しくないなって思うんですけど、他のことに関しては結構なんか何かを言ったりとか丁寧で外国人がやらないことをやるんですけど、これに関してはなんか日本人はあまり優秀性がないかなと思うんですけど、空いてる席に座るときでも大体まあ、いずれ捨てていくって大体言いますね。というわけでこういう決まり文句は存在しています。だからなんか表現を覚えてても習慣にないことってね、あまり言わないので、まあできればその英語で言うことによって日本語でも割と言うようになるなというふうに。だから習慣と言葉ってまあ一体化して習慣になっている。で、このビルは最近建てられたんですが、Is this building built in, built recently? でできてましたね。さっきの、藤岡選手の理屈でいくと、この recently の前に in とかつけちゃってもおかしくないような感じはするんですけど、ly だからわかりやすくて、これ副詞だったらわかったからいい。なんか副詞だなって。なるほど。じゃあ、副詞面してないやつがなんですね。はい。ly じゃない名詞っぽいじゃないですか、なんかラです。え、スすト。ごい。確かに、確かに。はい。というね、傾向が明らかになっています。だから、規則的に間違えてるので、まあ、いいっちゃいいんですよね。規則に間違えると全く何も分かってなくて適当にやってる感じなんですけど、規則的にあるものを間違えてるだけなので、それはそれでいい。それから、where was the concert? 高橋選手がね、やっぱりまた B 動詞を残してました。あ、抜かせない、ごめんなさい。合ってた。Where was the concert held? 両方とも同じ。で、二人とも、WH クエスチョンなのに、文末上げちゃってましたね。held って言ああ、確かに。いました。held。はい。一時期ね、この辺がちゃんとできるようになってたんですけど、二人とも。なんか、だんだんこれが 後退化していった。受け身に気を取られてました。気を取られてましたね。まさしく受け身な。はい。あと、多分、疑問詞で、where とか when とかやってるときには、それが主役だったんで、まあ、注意が払えたと思うんですけど、ここでちょっと油断して出てきてしまった。なという気がします。でも意外とできました。できたんですかね。そうでもないですか？で、一応大人の英会話ポイントを見ておくと、靴は常にペアなので複数形にします。シューズですね。はい、だから T シャツとかは常に複数じゃないので T シャツ。で、メガネはグラスですね。A pair of glasses。だから2つのメガネだったら2 pairs of glasses って言います。この場合も複数になるんですか？今回と同じように。メガネはグラスが2つなんですけど、答えとしては1個なので単数なんだと。なんです。だと。なんだと。そうなんですか。そうなんです。なんか靴は繋がってないじゃないですか。じゃあパンツは？パンツもそう。パンツも繋がってるから。もう。疑ってるから、複数、ん？単数。単数。で、パンツ2枚だったら2 pairs of pants。2 pair of pants. 2 pairs。2 pairs of pants。of pants. なかなか複雑だね。そこだけ気をつけていただければ。パンツの場合は、These pants are made in Italy になるってことですか？these って言ったら複数なので、these pants are made in Italy。で、this pants is made in Italy。
ちょっと待って。タンスだった。ん？一枚のパンツだと？え？A pants。A pant。Is pants ってこと？そうです。で、パンツ is と言わなくて、two pairs of pants。二枚だ。二枚だったらね。一枚だったら、A pants。二枚のパンツって何ですか？え？セットってことでしょ？そうそうそう。セット？あ。セットっていうか、まあ、パンツが二枚。普通に二枚のパンツだよ。パンツ。うん、1枚だったら This pants is these pants are expensive. これらのパンツは高い。複数だったらどうですか？複数のパンツ。はい。大丈夫かな？大丈夫かな？ T シャツだったら1枚だったら is になるってことですよね。This T-shirt. This T-shirt is。うん、そうです。メイドインイタリーなのね。ああになるのがグラスもそうですか？グラスイズも。パンツってさ、足2本分の穴があるからパンツでしょ？そうです。T シャツって穴3つあるじゃないですか。そんなこと言わないでください。あれはシャツな、シャーラットなので。関係ないんです。穴の数で数えてるわけじゃないの。まあまあ。大丈夫です。そんなこと言ったら人間だって鼻の穴とかいっぱいあるじゃないですか。おいおいおい、覚えていけば。耳の穴、鼻の穴とか。よし。はい。穴の数でカウントするわけではないんです。使っていかないと覚えないです。そうですね。使っていかないと覚えないですね。はい。で、ここ空いてますかと席の鳴き声を聞くとき、あ、で、シング、セング、スング。スング。はい。スング。スング。じゃあ、高橋選手合ってるってことですか？そう、合ってます。一瞬もあって合ってるんです。これは完全に闇雲ってやつです。はい、闇雲にやったって感じ、メタラメッポをやったって感じですね。で、ここ空いてますかというのは、席の着替えを聞くときに、is this seat taken っていうのは決まりもんですね。はい、じゃあ、リピートしていきましょう。では、高橋選手から。Spanish is spoken in many countries.Spanish is spoken in many countries. Many countries. Many countries. Many countries. ずが聞こえない。Many countries. Many countries. はい。These shoes are made in Italy. These shoes are made in Italy.、うん、the store was closed last month. The store was closed last month.、うん、My flight to Sapporo was cancelled.My flight to Sapporo was cancelled. D が聞こえない。Cancelled. Cancelled. はい。The result will be announced tomorrow. The result will be announced tomorrow. これ、試合のあなたとかに、アナウンスメントとかってアナウンスメントしませんか？その結果をね。This song is sung by many singers. This song is sung by many singers. I wasn't invited to the event.I wasn't invited to the event.、うん、is this seat taken? Is this seat taken?、うん、was this building built recently? Was this building built recently?、うん、where was the concert held? Where was the concert held? Held. Held. そう、D がないとね、地獄になっちゃうんですよ。Held. Held. はい。じゃあ、藤岡選手行きましょう。Spanish is spoken in many countries.Spanish is spoken in many countries.、うん、These shoes are made in Italy. These shoes are made in Italy. Okay. These shoes are made in Italy. These shoes are made in Italy.、うん、The store was closed last month. The store was closed last month.、うん、My flight to Sapporo was cancelled. My flight to Sapporo was cancelled.、うん、The result will be announced tomorrow.The result will be announced tomorrow. This song is sung by many singers. This song is sung by many singers. I wasn't invited to the event. I wasn't invited to the event. Is this seat taken? Is this seat taken? Was this building built recently? Was this building built recently? Recently? Recently. Where was the concert held?Where was the concert held? What is the concert? Concert. Held. Held. はい、です。
これも落着です。これはちょっと今まで使ってこなかった分使わないと、そうですね、使わないとすぐ忘れそうだな。そうですね。でもじゃあ例えばこの中でそのコンサートはどこで開かれたんですかって受け身金じゃなくて言えます？誰がそのコンサートをどこで開いたんですか？どこで？じゃない、そもそもまあどこでって聞いてるか、これちょっとあれか。そのビルは最近建てられたんですか？このビルは、これもなんかね、聞くときにどうします？誰がこのビル建てたんですかとかって聞きますかね？これ聞けなかった覚えがあるんですよね、私。聞けなかった。あの、このコンサートっていうか、この、その試合どこでやるのって、はい。なんかうまく聞けなくて。そうなんです。だから誰が主語にしたらいいか分かんないですよね。そうそうそう。なんかだからもう、あの、ワードで聞いた覚えがあります、多分。Where concert みたいな。なんか、Where concert って、なんか変だな、みたいなんで聞けなかった覚えがありますね。そうだからね、そうやって服装が出てくるんですよ。で、この歌は多くのシンガーに歌われていますだったら、まあ、多くのシンガーはこの歌を歌っています。まあ、これは別に、あの、能動体でも別に不自然なく言えると思うんですけど、その結果は明日発表されるでしょう。これも、まあ、だから、どこの団体、まあ、例えば試合の結果とかだったら、誰が発表しますとかって、その主語が分かってれば、まあ、言えなくはないんですけど、だけど、分かんない場合とか、はっきりしない場合とか、とにかく結果は明日分かるんだけど、それ誰がやるのかな。なんか、その単語が思いつかなかった場合とかに言えたりしますよね、これだったら。その結果が分かってれば、結果が明日発表されるでしょって言う。だけど、なんとかかんとかのボクシングなんとか団体がっていう単語を知らなかったら、言えないってふうに言っちゃうんで。あとは、そのフライトを誰がキャンセルするんでしょう。航空会社がキャンセルするんですけど、別にね、キャビンアテンダントの人が、あの、キャンセルするわけじゃないし、カウンターの人がキャンセルするわけじゃないし、どうすんのって感じですね。とか、その店は先月閉店しました。まあ、お店の主が閉店するんでしょうけれども、お店の主って誰みたいな。The store manager, store owner closed the shop, last month. まあ、まあ、これは悪くない。この靴はイタリア製です。これなんかもうこれしか言えないですよね。誰がこの靴をイタリアで作りましたとか言ってたか。いや、イタリアがこの靴を作りましたみたいになっちゃいますもんね。そうそうなんです。だから、あの、能動体にしても必ずしも、その、なんか、入れ替えればできるってもんじゃない場合も結構あるんです。イタリアって国だから靴作れないし。まあ、そう考えると、多分使う場面はいっぱいあるんでしょうけどね。そうなんです。だから、もしかしたらこういうことが今まで言えてなかったかもしれない。言えてないですね。言えてないですか。10番のところで、そのコンサートはどこでやるんですかっていうときって、あの、Where will be the concert held? ってことですか？ Where will the concert be held? Be the concert held? なん B が抜けた？ Where will the concert be held? あ、B がそこにつくのか。そう。Where will be the concert held? なるってことですね。Where will the concert be held? コンサートを挟むわけね。そう。Where will the, そう。なんで、Where がなかったとしたら、Where is the concert held? 開かれてますかみたいな。ん？そう、開かれます。うん、あんま見られないですけど、はい、開かれます。え、Where will be the concert held ですよね。そうです。Where will the concert be held? コンサート be held なんですか？Where will Where? So where will the concert be held? うん、順番がね。助動詞が先。助動詞が先？助動詞。Where will the concert be held? 助動詞 will ですか？助動詞が will？ え、will be ってセットじゃないんですか？ん？ Will be はセットですよ。離れないでしょっていう意味でしょ？え、離れることがあるんですか？ Will と be って。ちょっと待って、ちょっと待って。Where？ 大変だ。そうなんだよ。たまにそういうことがあるから困るんだよね。Will be, will be, will be, will be。So, will the concert be held? ええー
ちょっと待って、それは大変だ。ちょっと待って。Where will the concert be held ですか？そうです。Oh my god. Oh my god. Oh my god. だそから、れ。例えば、Where will you be tomorrow? 明日どこにいますか ?Where will you be tomorrow? で、その後に、過去分詞書き。まあ、確かにそうか。Where will you be tomorrow? Where you will be tomorrow と言わないですね。確かに、それは聞いたことがない。はい、聞いたことも。高橋選手はちっちゃくなってま What do you do と同じです。What do you do とは言わないですね。What do you do? What do you って言わないもん。大変なことになってる。戻ってこなくなりました。はい。取るか。ちょっと待って。なんかないかな。じゃあ、この結果は明日発表されるでしょうが、この結果は、あ、じゃあ、明この日発表さ結れる。果はいつ発表されますかだったら、When will the result be announced? わー。なるほどね。なんか、今、仕組みも分かってないけど。ウィルビーサンドイッチだ。ウィルビーサンドイッチ、そうそうそう、ウィルビーサンドイッチです。A と B が離れることってあるんですか？そうなの？ちょっと待って、全然、すいません。ちょっと、脱線してますけど。全然大丈夫です。ちょっと、どう理解していいかが全然分かんなくなっちゃいました、そこは。どこが混乱してるのかはちょっと私もわかんない。Where will だってほら、is this seat taken もそうじゃん。is とそう take そうそうそう。離れてるじゃん。これが、この席は占領されますかって見なきゃだったら、Will this seat be taken? Will this seat be taken? Will be? ビって。どうしてもくっつけたいらしい。Will is? ん This. Will Will this? is? Will is this Will seated? と is は一緒にならないよ。ちょっと待って、すみません、ちょっと今こうな。いうふうにすると、This seat will be taken. もう一回お願いします。This seat はい。will be taken. これだと。この席は取られるでしょう。で、Will this seat be taken? 取られますか？そう、取られますか?取られる予定ですか？だから、ビル分離されますよね。主語とは逆になる、逆さまになる。This seat will be taken が疑問形になると、will this seat be taken になるとそうです。ちょっと今ね、頭の整理が追いつかないんで。頭の整理を使って。多分、寝てる間に整理されるよ。いや、一説す回。るないけど。A と B はね、いつもセットってわけじゃ、セットじゃなくて、並んでるわけじゃないんです。またね。ちょっと、わかんない。はい。イタリアないかな。ちょっと今ね、いろんなものが入ってこなくなっちゃった。ちょっと、何もないとかある。頭がふる、あの、くる、なんか、ちょっと止まっちゃってるんで。なんか他に入れないかな。助動詞。まあ、助動詞だから、助動詞と be 動詞で、助動詞と動詞だから離れることもあるっていうことで、いいんでしょうか。なんとか決着をつけてくれたの。離れることもあるっていうことですね。はい。離れるということもあるということです。離れることもあります。助動詞が一番前に出てくる。
都市が一番前に出てくる疑問文するときに、一番前ってわけじゃないですけどね、この親と書いてきたらまた別の字ですけど。まあ、あれだよ。わずとかいずとかは一個じゃないですか。はいはい。ああ、そうか、二つあるからなんですね。そうそう、多分、will be って二つじゃないですか。うんうんうん。だから、is イコール will be ぐらいな感じだと思ったら、will と be が離れるからびっくりしたんじゃないですか。ああ、そうか。これね、二つ字セットのわけじゃない。そうそうそう、そうかも。そう、なんか、二つあるからね、ややこしいんだよね。そう、それもなんかサンドイッチとかし始めて、私はし始めて、すみません。別に、昨日今日し始めたわけでもないんですけど。何して急に。なんかいきなりアズアズのブームに乗っちゃってみたいな。あざさんも乗っちゃって。ハサミはいいみたいな。あんた違ったし、え、あんたそんあんなた技そんな人だったの？みたいみたいな。ちょっと今、はい。そうですね。はい。まあ、例文を覚えてもらえれば多分大丈夫になってくると思う。ました。はい。また混乱したらみっちり説明します。わかりました。UB だけ特殊だからね。そうですね。ウェルビー。is とか、was とか、were とかじゃいや、そない。れは離れようがないじゃん。そう、離れはないんだけど、そこに一緒に置いちゃうと will be がずっとくっついてきちゃうから、その離れてサンドイッチするっていうのがちょっとびっくりなのね。そう、今まで一つだと思ったの、そ二つ。うなんです。わかりました。はい。わかりました。離れることもあるっていうことで。ってことですね。まさかここでこんな暗唱に乗り切れると思わなかった。はい。わかりで、まし強化た。選手が分かってくれていたので、私はほっとしました。いや、2人とも、そういうもんだと思って覚えるしかないなと思って。まあ、そういうところがありますね、ゲームっていうのは。そういうもん。諦めが早いんです。それも肝心ですね。わかりました。なんで、ちょっといっぱい作文しまくって慣れてください。大丈夫です。すっきりしなかったところがちょっと心残りではあります。次回もね、過去文詞とやつやりますので、またそこで、暗唱に乗り上げることが出てくるかもしれない。わかりました。これか、過去分詞。過去文詞。でもね、過去文詞も使ってますからね、もうお手のもんです。あとは、規則動詞でもちょっと一発、復習をしといてくだなんかあったな、このなんか、あったあった。もう、はい。さい。はい。変わったり変わんなかったり、戻ったり戻んなかったり。はい。はい。これで過去文詞が終わったら、今度は、これで現在完了形。出た出た出出た。た。これはね、そんな悪いものじゃないですよ。なんか、風邪ひいちゃったって、今でも風邪ひいてますってことです。現在完了多いな。継続のね、否定とか、ずっと合ってませんみたいな。悲しい、生き別れの人に。でももう現在完了で完了なんですね、今回。大完了完了したら、そう、中2が卒業ですよ。そうです。そう、現在完了完了したらね、もうか、そう、卒業ですよ。現在完了ってことは、二人とも私たちは中2までの文法が終わった人間ですっていうことが、現在完了で言えるんです。も終わっただけではなくて、終わって中2までが身についた状態だってことです。う、もうすっぽぽぽぽんと。勝利はそこまで来ています。勝利を信じて頑張りましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫なのかな。やや不。気がする。